しんちゃんねー、どうも、しんチャンネル始まりました。ナシと一緒にドッケンのキスオブデスを語りたいと思います。ナシ、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、キスオブデスという、ね、曲なんですけど、これアルバムがですね、バックフォーザアタックというアルバムで、ドッケンの4枚目になりますね。4枚目、これ何年のアルバムなの？これがですね、1987年、メタル全盛期。あれ、でも前回やったホワイトスネーク、もう同じ時期じゃなかったですか？そうなんですね、ホワイトスネーク、サーペンスアルバス、87年。一緒じゃないですか？一緒っすね。こういう名盤いっぱい出ちゃってる。なるほど、そういう時期になりますね。このバックフォーザアタックなんですけど、俺はギターヒーローになる僕にそうさせたギタリスト、ジョージ・リンチ。なるほど。このね、ジョージ・リンチっていうギタリストで、遅咲きってちょっと当時言われて、ドッケンというバンドがヒットしてきたっていうところでは、はい、サンドアルバム、トゥーサンドネイルってアルバムあるんですけど、この時がね、彼がね、30歳なんですよ。もうそういう、あの、こうなんか勇気ももらってるっていう。確かに、なんか今でこそ30からこう日の目を浴びる結構いるような意味で、なんかお笑いの世界でもね、そうそうあったりとかするんですけど、80年代でってことですもんね。はい、そのセカンドカラーで彼が言われていた、カミソリみたいな、ああって言われるんですよ。彼の引き裂く感じのサウンドと、確かにプレイと、なんか冷たい感じがするんですよね、聞いてて。金属っぽい、なんか刃物のような、そうですね、そこのね、感じがね、 あるんですよ。で、彼のね、ピッキング、はい、ハーモニックスとか、はい、よくあるじゃないですか、こういうキュワーっていう感じ、こういう感じの、はい、この感じのね、フラッシーな感じっていうのが、まあ、特徴もあって、それがね、ジョージ・リンチといえばこの持ち方ね、ピックの持ち方がですね、これピックをね、人差し指と親指で、まあ普通持つじゃん、当然この指はこうなんですけど、はい、この指の腹、はい、腹で伸ばして挟むっていう、こういうことか。そう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 、そういうこと、そういうこと。人差し指を曲げずに、そう、ここ曲げずに、ここの腹でこう挟むだけ。へー、指伸ばしてる、ピーンと伸ばしてて、で、他の指も中指から小指までもピーンと伸ばして、へえ、これでピッキングして、力入んなくないですか？入んないですね何度憧れてこの持ち方で真似したことか、どうやってんのみたいな。まあ僕は結局そのスタイルは全然無理だったんで、諦めた。これでさっきやったみたいにハーモニックス入れてるってことですか？そういうことなんですか？で、まあ持ち方違うけど、まあ僕はだから諦めたので、はい、その持ち方違うけど、鳴らし方としてはこういう感じでエグく行くんですよ。で、キスオブですというね、曲のリフなんですけど、こういうやつなんですけど、なるほど、あの普通に弾くと、まあ、こうなんですけど、全然カミソリになる。なるほど、これちょっとこういう、なるほど、もうハーモニックスの時代に、そうなんですよね、なんかそういう感じで常に弾いてるみたいな、周波数高いところじゃなくて、あー、いいねいいねいいね、難しいよ、カミソリ、かみそってるね。2枚刃ぐらいですけどね。アンプとか、そう、ギターとかではなく、ピッキングで作ってるってことですね。音はここなんだよね、ここ。ここですよ。もうどんなね、高いシールドがとか、このディストーションがとかね。まあ、ありますよね。もちろん機材あるよ。あるんですけど、やっぱりギタリスト、音、ここじゃね、腕じゃね。これね、あの、真似するじゃないですか。で、コピーして、まあ当然僕らは譜面じゃなくて、耳コピーしてね、はい、一生懸命カセットテープで何回も何回も聞いて、巻き戻してってやるんですけど、なんか今、ブーンって言ってませんっていうの。あ、なんかでも言ってますね。リフあるんだよね。つまのとこですね。グリスアップっていうのかな。なんか間が、なんかかっこいいんですよね。うねってるみたいな。しかも、深いですね。ジョージンちゃん、あの、やっぱフラットファイブが、もう特徴的ってよく言われてて、あ、リフの中でもこの E マイナーとかでもこの響きがもうすごく大事で、ペンタでもやっぱここのフラット5どのぐらいかっこよく弾けるかって常に思ってるって言うんだよね。で、その次も次こういうフラット5、こういうフレーズあるんですよ。
これもあのやっぱハーフハーフすごい綺麗なハーモニクスになってて、こういうのがあったりとか、その次で2巡目ぐらいのところで同じこのタイミングでこうやってあのフレーズ弾くんですけど、こういうねフラット5をとにかく絡めるのがかっこいいというギタリストのうちの一人。でこの後 A メロとかリフってもうビブラ単音ね、こういうリフが来るんですよ。もううなってて、もうハーモニクスでこうビブラートで人差し指でやっちゃうんですね。人差し指でいくんですか。そう。いい。でこの後の同じ E なのにこっち側じゃなくて、そうもうやばいとこ使わない。うわー指壊れるぞこれ。でもあの上げちゃうんですよ、さらに人差し指でまた上げちゃうんですよ、このローポジションでも。ビブラート上に上げちゃう。5弦とかでも上げちゃうんですか。上げちゃう、上にこうやって。これきつい。そう。ソロとかでもこう1音、こう1音、こう上げるソロって、イギリスで一度にこう上げちゃうみたいなのがあったりとかするんでね。あの彼の神風ギターとかね。あ、神風ギター。そうそう。ESP の。はい。もうあるんですよ。とにかくね、ネック太くて、クラシックギターだかからギター始めたらしくて。はい。45ミリって言ったかな。あ、ネック幅が、そう幅幅、アコギみたいな感じだ。へえ。あ、だからそのビブラートとか、そうだから上に余裕があるってこと。広いね。だから上に多分余裕あるね。なるほど。弦落ちしませんみたいな。6弦でもいっちゃうんですか。6弦でもいっちゃうんじゃない。全然落ちちゃうよね。うわ、上手落ちますねこれ。そうそう。ピックアップスクリーミングデーモン、セモアダンカンで、僕もまあダンカン好きっていうところは、まあ、ジョージファンダがね、まあ、あるあるなんですけど、確かにサウンドがちょっとその広域寄りというか、こう、はいはい、パリッとしたサウンド、パリッとね、このねアルバムバックホージアタックの、はい、ファーストもそうなんですけど、はい、セカンドがもうエグいカミソリって言われたまずサウンドがあって、はい、でそこからサードはまたちょっとあったかいサウンドのアルバムになってて、でここに来てカミソリの上行っちゃシェーバーギターみたいな、なるほど、シャーって言ってますよねこのアルバム。結構すごいエグい音してるじゃないですか。インタビュー読んだ話、この雑誌読んで、ドッケンでバンドがもう売れてブワーって来てて、はい、もう人気でツアー回っててメンバーめっちゃ忙しくなるんですよ、はい、でミックスに立ち会えてないっていう。でどうしたかっていう、あの当時なんでインターネットないから、はい、ファイルで送りますっていうわけいかないんで、はい、音源届けるになっちゃうんですよね、はい、もうそんな時間ないんですよ。でギターのサウンド確認とかを電話でやる、はい、そう多少僕もそのミックスはやったりするんですけど、はい、電話の周波数なんてこんなもんすよ周波数を考えてからこのアルバム聞いてくださいなるほどって俺なったんだよねインタビュー出て、あー電話で聞いたらこれかっこいいかも、確かに電話で聞いてかっこいいっていうチェックの音の感じになってるな。それぐらいトレブリーなサウンドですもんね。そう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 なんですよ。だって電話の音域で低音聞こえないと思うんだよね、下出てないと思うんだよね電話で。そういうねジョージ・リンチなんですけど、はい、彼ならね僕にとってはねどのプレイも全部すごいんですけど、うん、全部揃い中で小指が速いっていうね、まあギター弾いてる人なら分かると思うんですけど、小指って何かにつけて動きづらいじゃないですか。そうですね、力が入れづらいからあんまり使わないってなんとかできたらいいなっていう人の方が一般的に多いと思うんですよね、うん、ところがねもう全部小指でいけるぐらいのね、もうとにかくこのトリル速いみたいな。小指をはい、主として使ってるんですか。主としますね。構えとしてもすでにこう握った感じが多いんですけど、人差し指はいるんですけど、ペンタにプラスアルファするイメージが多いんですけど、ペントトニックのポジションってあるじゃないですか、はい、まあこれ E マイナーだったらここのポジションで、はい、当然薬指で長期もするし、まあこういう中指もあったり、この辺のポジション、まあこういう指使うかっていうぐらいの話じゃないですか、はい、出るならばこの小指で入るの。なるほど、速いのを弾くときもこんなに遠くないのに小指いっちゃう。そう、もう小指いっちゃう、こういう感じ。結構手でかいじゃないですか。ああ、でかいでかい。ストレッチもすごいね。こんな狭いところでも小指いっちゃうんですね。ここの幅をこれでいくってことですね。もうなんか常にこうなってる。それぐらいあの人は小指が強い。そうですね。っていうかまあ、だいたいこの辺のフレーズって小指あんま使わない方が多いですよ。そうですね、なんですけど、こう行くんだよね、彼。ハイポジションとかね、こうやっていくんだよ。うーわ。彼の小指はもう薬指なんですかね。そうです、多分薬指と思ってるかもしれない。
いや、あの小指が欲しい振ってくんねえかなっつって真剣に思ってましたね。ペンタフレーズなんですけども、あのタイム感がとにかくすごいってあと言われるのがあって、もうジョージといえばどこからフレーズ飛んでくるかってよく言われる基礎部ですよね、ギターソロで。このちょっと途中でね、こういう感じなんですけど、ニュアンスがやっぱ全然違いますね。全然違う。僕が研究してる中で、はい、6連符をね感じてるんじゃないか説があって、どんな曲でも例えば8ビートだったら8ビートで分かりやすくやっぱ16とか感じるじゃん、タカ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 とドド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 ドってなってたら、やっぱりドドドドドドドとかやっぱりそのタカタカ16っていう数字になるじゃない、はい、でも彼はなんかね常にどんなテンポのどんな曲でも6連符を感じて弾いてる感があるんで、だからトリッキーに聞こえる。そうトリッキーに聞こえる。6個のうちのどっから入るかとか、あーそうなんだ、どこ抜くかとか、そういう話だ。本人しか分かんない感じの不思議なふわりになってかなってて、独特なグルーヴをね生まれて、そんなジョージなんですけど、僕が東京校にいたんです、はい、先生やってる時に、まあセミナーで何回も来てくれて何回もお会いしてるんですけど、一、はい、回来た時に、当時ジョージモデルっていろんなありとあらゆるものにジョージモデルっていうのがあって、ギターだけじゃなくエフェクターがあったりとか、はい、ワウがあったりアンプキャビがあったりとか、でサイン入っていたりするんですよ、はい、ファンあるあるで、はい、ジョージリンチは全然使ってるの見たことないっていう説があって、ジョージリンチが自分の、はい、出したモデル、例えば、はいはい、エフェクターだったりアンプだったりを使わないって話ですか。そう本人使ってないっていう。みんなファンは承知のやつですか。そうサイン入ってるから買うだけっていう、だから飾るだけよっていう本人使ってない知ってんだけどみたいな。でも欲しいねワウジョージリンチモデルってかっこいい。ヤングギターとかで DVD を見てると普通になんかジムダンロップとかボックス使ったりとかしてあのワウっていつ使うんだろうみたいな。でも持ってんだよね、欲しいから。一回はないですよ基本的に。見たことないで、その MI にセミナーでまた来た時に、はい、彼がそのゲンツベンツっていうベースのアンプとかが主なゲンツベンツ、はい、アンプのメーカーがあって、でそこでジョージインチモデルっていうキャビを発売した時があって、これ珍しかったですよ。名前もちょっと変わってて初めて知ったし、はい、そのゲンツベンツ用意しなきゃいけないんじゃないかってことでスタッフがメーカーに問い合わせて、もうわざわざ持ってきてもらった。でジョージがおはようって入ってきて、はい、よしリハーサルやろうって言って普通に回し合いさせたって見向きもしなかった見もしなかったんですか。見もしない。サウンドチェック出してどう思うとかって言われて、いや最高っす今回もナシと一緒にドッケンのキスオブデスについて語ってみました。皆さんいかがだったでしょうか。よかったなと思いましたらチャンネル登録、そしてグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。Wow.